ジャージーの戦いは、アメリカ独立戦争中の1781年1月6日に、フランス軍がジャージーを侵略し、アメリカの船舶に与えられていたイギリスからの脅威を除こうとした試みだった。ジャージーはイギリスによる死略船の基地として使われていた。フランスは、アメリカの同盟国として、この戦争に参入し、ジャージー島を支配するために遠征軍を派遣した。 この遠征は最終的に失敗し、その指揮官、フィリップ・ドルルクール男爵は戦闘で受けた傷が元で死んだ。ジャージーはフランス海岸からわずか14マイルしか離れておらず、フランスの海軍基地があるブレストへ海上から補給する主要経路沿いにあったので、イギリスとフランスが戦争をするときには常に戦略的に重要な位置となっていた。 数多い死略船が島から出撃し、フランスの商船には脅威となっていた。ジャージーの死略船はアメリカ大陸沿岸でもイギリス海軍を支援する活動を行っていた。フランス政府はこの脅威をなくすことにした。さらに当時、ジブラルタルが包囲戦の最中にあった。当時のイギリスの新聞によると、ジャージーへの攻撃はイギリスの注意をジブラルタルから逸らし、 包囲戦から軍事資源を咲かせる意図があった。イギリス政府は、ジャージーの軍事的重要性に気づいており、この島を強固に要塞化するよう命令を出していた。砲台、砦お及び両方が海岸をめぐって建設されていた。地元民兵隊である、ジャージー島民兵隊は3000名ほどの民兵を五個連隊に編成していた。これには、 砲兵隊と竜騎兵隊も含まれていた。これにイギリス正規軍第95、第83各不評連隊と第78、スコットランド連隊、さらに約700名のアンバリッドで補われ、総勢力は約9250名になっていた。海軍力であるジャージー戦隊もこの島を基地としていたが、この侵略があった時はオランダに対する巡航に、 出ていた。セントヘリアにある名盤継承を発したエドワード・コームの家を示している。フランス軍は、ジャージーへの攻撃が、資源の無駄遣いであり、成功したとしても、その支配は、長続きしないことを、心配していたが、政府は、フィリップ・ドルルクール男爵が提出した作戦を、承認した。ドルルクールは冒険家であり、フランス軍の大佐だった。 フランス国王ルイ16世はドルルクールがジャージーの首都セントヘリアを占領すればすぐに将軍のクライト・コルドン・ルージュ勲章を与えることを約束した。副司令官はプリンス・エミールというインドの王子であり、インドでの戦争でイギリスに連れて来られ、他のフランス捕虜と共にフランスに送られてからはフランス軍に従軍していた。 イギリス軍のある軍人がエミールについて、彼は全く野蛮人のように見え、その会話もそうである。もし我々の運命が彼にかかるならば、最も不愉快なことになるだろう。彼は、フランスの将軍にあらゆるものを荒らし回り、町には火をつけて、地に訴えるよう助言したと記していた。公式には、この遠征隊は民間のものだった。しかし資金、装備、 輸送手段及び兵士は政府が提供した。政府はこの作戦に関与していることを隠すために数百名の正規兵にドルルクールの部隊に脱走を命じることまでしていた。1781年1月5日、5個手段約2000名の遠征隊が出発した。1月6日はジャージーにおける。 オールドクリスマスナイトを祝っている時であり、フランス軍は探知されずに上陸できた。まず800名の部隊が、グルービルのラロックに上陸し、守備隊に気づかれずにその横を通り過ぎた。あるフランス軍士官は守備隊の下で睡眠まで取ったが、守備兵は、フランス軍の物音に気づかなかったとすら言っていた。ここの守備兵は戦闘後に審判に付され、 酒を飲むためにその持ち場を離れていたことが分かった。フランス軍第一師団はその夜の大半をそこに止まっていた。400名の第二師団は上陸するときに岩場で完全に失われた。第三師団600名を乗せた船は本体と離れてしまい合流できなかった。第四師団200名は翌朝早くにラロックに上陸した。 島に上陸したフランス軍の総勢は約1000名となり、戦闘に投入できると考えていた勢力の半分になった。1781年1月6日朝の6時から7時、第一師団は町の大半が眠っている間に市場にキャンプを設営した。8時頃、フランス軍偵察隊がルマノワールドラモットにあった知事官舎で眠っていた。 モーゼス・コルベット知事を吸収した。ドルウルクールは、数千のフランス軍がジャージーを占領したことを、コルベットに理解させ、もし守備隊が降伏しなければ、街を焼き、住民を襲うと脅した。コルベットは、事情がつかめぬままに降伏した。コルベットは、王立広場の王立裁判所ビルに連れて行かれ、エリザベス城の指揮官、マルキャスター・隊イとセント・ピーター弊社の24歳の、 少佐フランシス・ピアソンにも降伏を命令するように仕向けられた。ピアソン少佐イギリス軍と民兵はモンテペン流に集結し2000名の兵士を掌握した。ピアソン少佐は丘を登って攻撃をかける決断をした。市場にキャンプを張っていたフランス軍は町の大砲を捕獲して市場から様々な方向に向けて据え、向かってくるイギリス軍を止められるようにした。 しかし、フランス軍は、榴弾砲を見つけられなかった。イギリス軍は、フランス軍を目撃した人々から、その勢力が800名か900名に過ぎないことを、知った。フランス軍はコルベットを、エリザベス城に送って、降伏を進めたが拒絶された。続いてこの城から、フランス軍に向かって、大砲を放ち、に、3人の兵士を殺した。 第78スコットランド連隊がモンドラビルを抑えるよう派遣され、フランス軍が逃亡しようとした時にその退路を抑えられるようにした。ピアソン少佐は、第78連隊がそこについた頃合いを見計り、配下の部隊に丘に登って、フランス軍に攻撃をかけるよう命令した。しかし、イギリス軍はその丘で停止させられた。ドルルクールがコルベットを派遣して、 降伏条件を伝えさせ、イギリス軍が署名しなければ、フランス軍が30分以内に街を荒らすことを伝えさせたからだった。イギリス軍はその勢力が優勢だったのでその申し出を拒否し、第83不評連隊とグルービルの東連隊の一部も、これに習った。ドル・ウルクールが、この回答を受け取ったとき、彼らが降伏したくないのだから、 私は死にに来たということだと言ったと伝えられている。ジャージーの戦いが行われた王立広場の現在の姿攻撃が始まった。グランデルーにいたイギリス軍には、第78連隊、セントローレンス大隊、南東連隊及び三ジャン中隊などが含まれていた。第95不評連隊と民兵隊の残りは別の街路を進んだ。イギリス軍は、街中での戦闘には、 数が多すぎたので、後に、その3分の1もいれば、フランス軍を倒すのに十分だったという兵士もいた。多くのイギリス兵は混乱しており、銃を放つ機会もなく、空に向かって発砲して、銃を空にした。フランス軍の抵抗は、短時間のものであり、戦闘の大半は15分間ほどのものだった。フランス軍は、配置につかせていた大砲を1度か2度、 発砲させただけだった。イギリス軍は、グランデルーで史上の真向かいに、榴弾砲を据え、あるイギリス兵の記憶によれば、その榴弾砲の砲弾が放たれるごとにが、フランス軍の周囲をすべてさらった。ピアソン少佐と第95不評連隊はアベニュー・デュ・マルシェの方向に、前進した。イギリス軍が勝利を収めようというまさにその時に、ピアソン少佐が、心臓に、 マスケット銃弾を受けて戦死した。それでもその部隊は戦闘を続けた。ドルルクールが負傷した時にフランス兵は戦うことを諦め、その武器を投げ出して逃亡を始めた。しかし、市場の建屋に到着した者はそこから発砲を続けた。ドルルクールはコルベットを通じて、フランス軍はラロックにニコ大隊と砲兵中隊がいることを、 イギリス軍に伝えさせた。ラ・ロックは町から15部の皇帝内にあった。イギリス軍はそこにいる勢力が200名足らずであることを知っていたので、昼間なかった。第83連隊のこのえ的団兵45名が140名のフランス兵に対抗しているところに東連隊の一部が到着し、その後はフランス軍が敗れて70名が捕虜になり、 30名が戦死、または負傷した。フランス軍の残り部隊は、田園部を抜けて散回し船にたどり着いたが、その間に捕獲された者もいた。1781年の民兵隊の再演。2007年1月6日の記念式典で行われた、時の写真。右手には、ドルルクール男爵が死んだ、レリエ医師の家がある。現在は、 ティアソンというパブになっている。イギリス軍はその日に600名の捕虜を捕まえ、イングランドに送致した。イギリス軍の損失は、約30名が戦死したことだった。ドルルクールは負傷し、翌日に死んだ。イギリス軍の中に裏切り者がいたという評判があった。ドルルクールは、要塞、塔、大砲などの配置図を所有しており、ジャージーに友人がいなければ、 ここに来ることもなかっただろうと言われた。フランス軍は、イギリス正規軍と民兵隊の勢力や、それを指揮する、指揮官の名前までを正確に知っていた。ドルルクールの氷に見つかった文書には、ジャージーの住人ルゲートという名前が記されており、ルゲートは後に、他の容疑者と共に逮捕された。この戦闘後、島の守りを固めるために、 海岸周辺に30カ所の塔が建設された。ジョン・シングルトン・コプリーが、ピアソン・少佐の戦士という劇的場面の絵画を制作した。この絵画は、現在テートギャラリーに収められ、ジャージーの10本土紙幣に採用されている。ありがとうございます。